伊賀忠雄のダラダラゲームチャンネル。見てくれれば一部始終を思い出せるだろうから。何が必要なんだ将軍。この設計図を見てくれないか。バージルという名の科学者がこれを使えばインスティチュート内部に入れると言うんだ。インスティチュート？なんだって奴らと面倒を起こす気になっているんだ。息子を誘拐したんだ。そいつはひどいな。奴らのやり口にしてもできる限りの支援をしよう。心配するな。さて、この装置を製作できたとして、正確にはどんなことをするんだ？インスティチュートは、出入りにテレポーテーションを使っている。この装置で信号をハイジャックして、俺を代わりに送り込む。テレポーテーション？本当に？それでインスティチュートがうまく活動しているのも納得できる。この案を理解できる人間がいるとしたら、スタージェスだ。彼は何かを作れなかったり、修理できなかったりしたのを見たことがない。救助を求める居住地があれば、また知らせよう。ひとまず、困ってる人がいたら手を差し伸べてほしい。それこそが俺たちの大義だ。さあ、仕事を始めよう。腰も足も痛む。プレストンは君ならこの設計図を読み解いてくれるかもしれないと考えている。いいよ、持っているものを見せてくれ。ああ、どうぞ。うわ、乱雑だな。どうやら暗号化された高周波か。よし、でこれを経由して、なんだこりゃ、テレポーテーション。こいつはかなりイカれてるぞ。本気なのか？本気だ。元インスティチュートの科学者からもらった。本当か？元インスティチュートでまだ生きている人間がいるとは思わなかった。それはともかく、インテリは実際に動く仕組みを全然考えないもんだが、ここには全て書いてあるようだ。ああ、こいつを検討する時間が必要だ。手書き文字の判読がかなり難しい。だが彼が呼ぶところの安定型リフレクタープラットフォーム製作に取り掛かるといい。かなり高品質の金属が必要だが、基本的にはジェットエンジン、あるいはその類のライニングと大して変わらない。このプラットフォームを作るのに必要なもののリストをもらえるか？ああ、いいよ。最初の製作に必要な材料のリストだ。サンクチュアリで製作するなら全てあそこに揃っているはずだ。そいつに取り組んでいる間に、こっちは残りの部分を制作する方法を解明しておくよ。覚えておいてくれ。こいつは相当量の電力を食うぞ。例えば
もし予備の原子炉が近くにあればそれが使えるかもしれない。それから装置は大きくなる。だから大量の電力が使えるかなり広い建設用地を見つけるんだ。スタージェス、調子はどうだ？シグナルインターセプターを制作するのにいい場所は見つかったか？ああ、残りの組み立ての準備もできている。いいぞ。この珍妙な装置の把握はできたと思う。少なくとも実際に作ってみるまではそう言っておくよ。見つけにくいかもしれないもの3つのリストだ。それ以外は必要なもの全てを集められると思う。制作現場で会おう。そこでこいつが実際に動くか見てみよう。これが実際どう動くのか説明してくれないか。わかりやすく説明しよう。装置には主な構成要素が4つある。その1、制御コンソール。コードを入力し信号を処理する。その2、中継アンテナと呼ばれるもの。テレポーターの信号を傍受する。その3、分子ビーム射出装置。これはかなり専門的だが、君という物質を伝送のためのエネルギーに変換させるようだ。その4、安定型リフレクタープラットフォーム。これはすでに制作済みだ。分子ビームを集めて反射させるものだ。これを作るのに一つ覚えておいてほしい。装置は配線でつないで、全ての部品が互いに通信できる状況にする必要があるんだ。制作現場で会おう。幸運を祈る。
こっちは全ていい感じだ。こいつが実際に動くかどうか試す準備はできたかい？最初にテストしなくていいかな。できればいいんだが、周波数は一つしか手に入っていないんだ。実際にインスティチュートの信号を盗まずにテストする方法がないんだ。そしてそれをやった途端にこっちは唯一のチャンスを使ったことになる。インスティチュートがこちらがやったことに気づいた瞬間に、そしてあの天才たちが二度ヘマすることはないと思う。手に入れたコードは役立たずになる。やるか。本当に？よし、君のやることは簡単だ。ただそのプラットフォームに乗るだけだ。インスティチュートの信号をスキャンしてロックオンする。それからあれのスイッチを入れて結果を見よう。準備ができたらいつでも。よし、じっとしていて。分子ビームがずれないようにしたいんだ。ところで、これはインスティチュートの情報を集め、彼らの企みを突き止める絶好の機会だと思う。このホロテープには彼らのネットワークをスキャンし、見つけたものをダウンロードするプログラムが入れてある。ああ、急いだ方がいい。辺りでのたくってるチューブは気にするな。そいつはただの飾りだ。よし、インスティチュートの信号をスキャン。高周波をトラッキング。やった、しっかり座ってろ。よくここに来ることができたな。頭が切れるようだ。私はファーザーの名で知られている。インスティチュートは私の指導のもとにある。あなたがここにいる理由は分かっている。二人で話し合いたい。エレベーターに乗ってほしい。聞いたこと、あなたが我々について思うことを私は想像するだけだ。私はあなたが我々に持っている印象が間違っていると証明したい。インスティチュートへようこそ。これがインスティチュートの現実だ。この場所、
この人々、我々がしている仕事、100年以上もの間、我々は人類の生存にこの身を捧げてきた。何十年にわたる研究と数えきれない実験や試験、未来を形作る上で科学がどう役に立てるかについて共通のビジョンができた。簡単ではなかったし、我々の行動は往々にして地上の人々に誤解された。いつの日か多分我々は達成したことを見せられるだろう。だが今は地下に潜ったままでなければならない。ここではあまりにも重要なことが多く、全てを危険にはさらせない。見ての通り地上の物事は不安定だ。我々にできることについて話をしたい、あらゆる人々のために。だがそれは後でもいい。ここには特別な、非常に個人的な理由でいるのだろう。息子のためにここに来たのだろう。ショーン。あ、そうだ、僕はショーン。ショーン、本当にお前なのか。誰なの？ショーン、みんなはどこだ？ファーザー、どういうことなの？何が起きているの？ショーン、大丈夫か？どこも怪我してないか？どういうこと？ファーザー、ファーザー、どうして欲しいんだ、ショーン。何ができる？知らない人だ。あっちへ行って。ファーザー、ファーザー、助けて。誰かここにいるんだ、助けて。ショーン、お願いだ。落ち着いて、そこから出してあげるから。ファーザー、ファーザー、助けて。さらわれちゃうよ。ファーザー、ファーザー、助けて。ショーン、S923リコールコード、シーラス。驚いたが落胆もした。子供の反応は予測と全く違っていた。その子は試作品だ。わかるかね。非常に感情的な刺激の影響を研究し始めたばかりなのだ。広い心で見てほしい。あなたが感情的なのも、ここへの旅が困難に満ちたものであったのも承知している。改めて始めよう。私はファーザーだ。インスティチュートへようこそ。ファーザー、それが名前なのか、称号なのか？ファーザーは非公式な称号だ。インスティチュートの人々にとってそういう意味を持つ存在なのだ。息子にとって、ショーンにとって、あなたが持つ意味と同じように。話を簡単にしてやろう。息子はどこにいる？インスティチュートの中にいる。思ったよりも近くに。だがこれを理解してもらいたい。状況は想像よりもはるかに複雑なのだ。あなたは非常に遠くまで旅をしたし、随分と苦しんだ。息子を見つけるために、その粘り強さと献身は報われた。これだけの時を経て、ようやくあなたに会えてよかった。私だ。私がショーンなの。私があなたの息子だ。そんなことがどうしたら可能なんだ？理解するのは大変だろう。ボルトでは時の経過の概念がなかった。あなたはポッドから放たれ、失った息子を探しに出た。しかしそれから息子がもう乳児ではなく10歳の少年であると知った。それで10年が経
経過したと信じた。それが10年ではなくて60年だったと認めるのはそんなに難しいことだろうか。それが現実なのだ。それでここに私がいる。インスティチュートに育てられ、今はそのリーダーだ。だがなぜ、なぜ子供をさらった？なぜお前を？ああ、今の問題はそこだな。なぜ私を？当時、2227年、インスティチュートは人造人間製造において大きな一歩を踏み出した。しかしそれはまだ全く十分ではなかった。科学的な好奇心と完全という目標の追求が彼らをさらに前進させた。彼らの望みは完全な機械だった。そこで彼らは当時最高のお手本を追いかけた。人間だ。歩き、話し、有機的に完全に統合された何でもできる存在。人造人間？本当に？人間もどきの人造人間だ。大きな違いがある。インスティチュートは合成有機物を作ろうと奮闘していた。最も論理的なスタート地点はもちろん人間の DNA だった。当然のことだが、利用可能な DNA は山ほどあった。だがどれも欠損していた。このウェイストランドでは誰もが放射能の影響を受けていたのだ。地上の世界から自分たちを守ろうと試みはしたが、インスティチュートのメンバーも影響を受けていた。他のサンプルが必要だった。しかしその時、インスティチュートは私を見つけた。ボルト111の記録を発見した後のことだ。乳児で汚染前に冷凍され、連邦の人間全員の細胞を蝕んだ放射線突然変異から守られていた。私はまさしく彼らが必要としていたものだった。そして私の DNA が合成有機物の基礎となり、今日目にする人間もどきの人造人間を創造するのに使われたわけだ。私は彼らのファーザーなのだ。科学を通じた家族なのだ。人造人間、私、そしてあなたが。そしてお前はずっとこの地下にいたのか？そうだ。質問があるのだろう。理解の助けになるのなら、答えられることには何でも答えよう。ケロク、彼はお前のために働いたのか？ケロク、彼は私がここに来るずっと前からインスティチュートの財産だった。そして責任者になるまで彼のやったあらゆる仕事を知ることもなかった。彼がどういう男だったかも。あの男がサイコパスなのは知っていて、それでも奴を利用したのか？連邦で自由に行動させるのを喜ばしく思っていたはずはない。だが少なくとも手綱を短く持ってさえいれば、巻き添え被害は最小限に抑えられた。インスティチュートはケロッグの残忍な性格を利用した。それは率直に認める。インスティチュートの技術が彼の命とその能力を伸ばし、普通の人間の寿命をはるかに超えさせた。彼がインスティチュートの仕事を失敗することはなかったが、目的を遂行するたびに残虐性が明らかになった。嘘はつかない。あなたの道が彼のそれと交わったのは偶然ではない。道が重なることで、あなたは、私たちはある程度の復讐を果たせたようだ。あなたの心を慰めるために何か他に言えることがあるだろうか？母親はお前の成長を見られなかった。そう、母に起こったことは。もちろん私は事件の記録を調べた。母の死は不幸な巻き添え被害のように思える。巻き添え被害？お前のために起きたのにそれだけか？あなたにとっては
ほんの少し前のことだということを忘れていた。直接の記憶はないが、生涯かけて喪失感に向き合ってきたのだけは確かだ。簡単なことだったと思うか？もちろん違う。だが前に進み、自分の人生を生きようと努めてきた。長年の間、両親が誰かと疑問を持つことはなかった。自分の状況を受け入れ、そういうものだと生きてきた。年を取るにつれて後悔が募り、あの時もしと頻繁に自問した。しかし今重要なのは、あなたと私に再び始めるチャンスがあるということだ。あなたの心を慰めるために何か他に言えることがあるだろうか。つまりお前がインスティチュートの責任者なのか。私は今や実質上の責任者だ。ここに達するまで何十年も費やした。この責任をとても重く受け止めている。インスティチュート、重要な組織だ。実際、人類の未来のための最高の希望なのだ。たとえ地上の人々が我々をどう思おうと。だが、責任者？どうしてお前が？明らかに、その地位に最もふさわしかったからだ。私はこの壁の内側で人生を過ごし、インスティチュートの他のメンバーと同じく科学に身を捧げた。賢明な働きが報われたのだ。結局、連邦には我々を恐れる理由は何もない。あなたが何を見たり聞いたりしようと、そのことは納得できると思う。少し時間が欲しい。我々にはもっと話し合うことがある。だが、インスティチュートはあと少しで重要な進歩を遂げるところだ。あなたの存在は、私たちがそこに達する上で評価されるだろう。私はここでは驚くべきことの一部だった。自分自身とインスティチュートの人々のために生命を作り出す手助けをしてきた。そして今、長い年月を経て、あなたもそれを手助けする機会を得ている。そそられないだろうか？それこそあなたのやりたかったことなのではないか？ああ、ついてきているか？ここに留まってほしいのか？インスティチュートに。そうだ、そう提案している。想像するのは難しいだろうか？インスティチュートは地上よりも良い生活を提供できる。あなたは連邦を旅し、どんな様子なのか見てきた。私たちと過ごす方が幸福なのは保証する。なぜそんなことが言える？あれこれやらかした後で、何だってあの人々にそう冷淡になれるんだ？なぜなら、それが純然たる真実で、あなたにもそれが分かっていると信じているからだ。私が聞きたいのは、インスティチュートに、私に、チャンスをくれないかということだ。話してきたことを証明するチャンスを。我々は本当に人類を心から思っている。そのチャンスをくれるのか？本気なのか？そうだ。一緒に働けば双方に利益がある。わからないんだ。ならば、時間が欲しい。インスティチュートにチャンスを。インスティチュートは今、私の家であると同時にあなたの家となった。どうか時間をかけて馴染んでいってほしい。一緒に働く人々に会ってもらえないか？部長たちに自己紹介するといい。設備部のドクター・フィルモア、 SRB のドクター・アヨ、それからバイオサイエンス部のドクター・ホルドレン、最後にアドバンスシステム部のドクター・リー。もちろんあなたの到着は知っている。彼らに会って、それから次にやることを話し合おう。